ホッチャトル・エスラームは、イスラーム教シーア派のウラマーの第三位回。名称は、イスラームの証という意味のアラビア語、フチャトル・イスラームがペルシア語に借用され、音変化を起こしたものに由来する。ホッチャトル・エスラームは、第アヤトラー、アーヤトラーに次ぐシーア派ウラマーの三番目の位回で、あり、イジュティハードを行うことが許される。ウラマーの中では最も位回が低い。 有能な聖職者は20から30代でこの資格を得ることもある。ホッチャトルエスラームとなるためには、自分の死からイジュティハードを行うに至るだけの、イスラーム法学、進学、哲学、コーラン、ハディースの知識を認められなければならない。しかしそれにとどまらず複数の師匠に指示し多くの免状を得ることで、自分の位の正当性を示すのが通例である。 これはシーア派でのウラマー議会が未だ称号の段階にとどまっていた時代の名残であるとされるが、現在のイラン・イスラーム共和国ではより近代的な形で神学校のカリキュラムが組まれており、議会の認証システムもより整備され企画化されている。イスラームでは建前としては聖職者はいないとされるが、実態としてはウラマーが多宗教における聖職者に相当する。 ありがとうございます。